はいどうも、のびデオたけリょうでございます。今日も早速やっていきたいと思います。ということでですね、今回紹介する画材はですね、こちらの三菱鉛筆さんから発売されております、ユニボールシグノの白でございます。今回ですね、こちら以前にもユニボールシグノをご紹介させていただいたことあるんですけども、今回はですね、白バージョンということで、黒のね、あの紙に絵を描いてるときに、以前ダイソーとかのですね、まあ、白いペンをね、使ってみたんですけども、あまり良くなかったんだよね。それで そんな、ね、コメントをいただきましてユニボールシグノの白は結構使いやすかったですよというコメントをいただいたのでちょっと今回ね買ってみてですね実際に僕も使ってみようかなと思っておりますぜひ今回の動画最後まで見ていただきましてあめっちゃ白のユニボールシグノいいじゃんってなった方はですねぜひよかったら今回の動画参考に文房具屋さん行ってみてですねぜひ皆さんも試し書きしてみていただけるといいのかなと思います今回ですねこちらのユニボールシグノ太字を買わせていただいてますがどんな感じになるのかチェックしていき ではスタートいたします。<music> はい、始まりましたけども、今回こちらですね、ユニボールシグノのホワイト、白を交わしていただいております。こちらですね、太字って書かれてるんですけども、実際ね、この軸の部分を見ていただきますと、1.0ミ、mm、リのボール系って書かれておりますね。なので、1ミ、mm、リのボール系サイズと、で、イラスト黒髪用っていうのがですね、書かれておりまして、これね、もしかしたらマジで絵に特化したボールペンって言っても過言ではないかもしれないので、 ぜひですね、こちらでですね、またね、今度ね、動画でですね、まあ、絵描いてみようと思いますので、ぜひそれも楽しみに待っていただけると嬉しいなと思っております。実際ですね、パッと見た時に、以前紹介したユニボールシグノとですね、大きさ違うのかちょっとチェックしてみたいと思います。隣にですね、こちら白ではないんですけども、黒色がございまして、まあ、下が黒ってね、色でね、わかると思うんですが、実際どうでしょう、皆さん。こちらですね、太字と、この黒は0.5ミ、mm、リなんですけども、まあ0.5ミ、mm、リ ね、あの大きさが違うんですが持った感じまずね持った感じで言うと左白側の方がやっぱ太いなって思います一回りぐらいですね大きさが違うのとあとはねキャップの部分も結構違うなっていう印象がございましてキャップ取ってみましょうかまあねあんまボールペンでねあのキャップ外したままにするのはあんまよろしくないんですけどもキャップを外してみましてこのような違いがございますやっぱねクリップ部分に関してもですねやっぱ太さが違うなっていうのが ございまして大きくはここかな隣のですね透明な部分見ていただければわかるんですけども約ま2個分ぐらいね白い方が大きいのかなっていう印象がございますでねまあ、ここにですね1ミ、mm、リと書かれてなくてですね太字って書かれてるんですよねそれが結構大きな違いかなと思いますし持った感じもですねやっぱね太いんですよね 太い。これは正直僕はびっくりしてるぐらい太さでございますし、で、白のグリップ部分見てみますと、キャップで覆われておりまして、こうやって取らないとね、グリップ部分触れないようになってるんですけども、実際黒はですね、もうすでにキャップをね、あの、もうままでグリップ部分触れるようになってるんですよね。まあそれが大きな違いかなと思います。で、グリップ部分もデザイン性が全然違くてですね、黒の方はですね、ちょっとボコボコしてる部分がございますが、白のね、こちらのユニボールシグノに関してはですね、 ここにちっちゃい点っていうか、まあ、ボコってなってるのが1個2個2箇所だけしかないので、まあ、これに関してはですねあんまグリップ部分のデザインっていうよりもだからこのグリップをつけるためにねなんか穴開いてますみたいな感じの、ね、感覚しかないので何とも言えないですけどね。でやっぱねこのユニボールシグノに関しては特徴としてはグリップ部分はねもうどれも硬い。ててたた時に疲れれないのかって言われたら 書いてみないとわからないっていう部分はあるんでちょっとそこだけね書いた時にですね感想を伝えれればなと思っておりますでも僕がですねこの白をね、まあ、見た時に第一印象としてですよ正直僕ねこれめっちゃかっこいいと思いました。まあ、こっちのユニボールシグナも普通にかっこいいと思うんだけども白ねなんか圧倒的かっこよさないですか めっちゃかっこよくて、この軸といいですね。この透明感といい、このキャップがね、太いのと、覆われてなんか出した時の楽しさ。これね、めちゃめちゃ最高です。なんかね、透明な部分もね、なんかね、かっこよさがね、ですね、もうなんか際立ってる感じがする。なので、めっちゃ絵描く時もワクワクしてですね。正直ね、このユニボールシグノの白はですね、もうちょっと後からね、紹介しようと思ったんですけども、もうこれ使いたすぎて、もう早く紹介したくてですね、ちょっとね、あの予定を変更してですね、僕は今回 これ紹介させてていいただいておりますめちゃめちゃかっこいいのでもう早速ですがちょっと試し書きね今回ね黒のね紙にね書かせていただこうかなと思いますのではっきりとね色が見えてくるんじゃないかなと思いますではねここをですねちょっとアップして皆さんにですね確認していただければなと思いますではやっていきましょうはいじゃあですねやっていきたいと思いますもう早速ですがまずは線を引いてみたいと思いますせーのよいしょーあーいいですね いい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 しやっぱねユニボールシグノはですね本当に滑らかでにじまないっていう特徴がございまして書いても滑らかなんですよね。でちょっとね 1mm っていうこともあってですね若干あの始まり最初の点の部分がですねちょっとボールのねここの先っぽの部分がちょっと汚れてるかもしれないですね。ちょょょっっっと拭き取っててもうう回やってみまししせーのよいしょ あうんそうだね書き始めが若干ですねにじんでる滲んでるわけじゃなくてあれだねなんかかすれてる感じがしてますなのでここの部分ここはね結構ねあの書き心地まあなんかランダム性がありますね。 あ、でも大丈夫になってきたかな大丈夫にはなってきたけども、ちょっとさすがに1ミリになってくると、かすれてる部分も多いかなと思います。以前ね、0.5やった時にはですね、まあ、こんな感じ、サイズ感としてはですね、このぐらいの大きさが違います。やっぱね、0.5の方が圧倒的に細いなっていうのが感じまして、こちら今回ね、1ミリっていうこともあってですね、まあ、やっぱ太いなっていう印象はございます。ただしですよ、滑らかさ、そしてですね、黒い紙にこれだけはっきり映ってるっていうのはですね、 僕のそのののそ今までで文房具紹介の中でも圧倒的レベルが高いペンにな,っておりますなぜかというと黒い紙に対して白いペンってねなかなかね発色いいペンってね出会いにくいんですよね難しいんですよ多分作るのが難しいのか、まあ、白の、ね、ペンってねなかなかね白い紙にはもちろんね映りにくいって映ってはいるんだけど、まあ、見えないっていうのがあるしで黒い紙に対して白をね発色よくするのって結構むずいのかなと思いますねでもそれをですねちゃんとこういう形でですね ね綺麗にね出てるっていうのはね大きなね本当に特徴の一つかなと思ってます。多分カメラでもめちゃめちゃ綺麗に写ってるんじゃないかなと思います。ねあいうえー、おって書いてみるとやっぱり文字に関して言うとちょっとね1ミリだと結構太いなっていう印象がございますのでまあ、文字書くならまあねあのこっちのね0.5ぐらいから書いていく方がまあ、手帳とかだったら収まりがいいのかなと思います。まあ、実際白のペンでその手帳ね黒いね手帳だったらいいんだけど中身がねでも そんんなことはあんまなななかかいと思うのでまあ白だったら僕だったらね今回ねこれねまあね今度の動画で絵描こうかなと思うのでちょっとめっちゃ楽しみじゃない黒の紙に白で絵描くのって僕ねポスカとかはね絵描いたことありますしそれこそね以前ねダイソーの商品でもねあの描いたことあるんですけどもやっぱね これは圧倒的に楽しみのもうレベルが違いますね。めちゃめちゃかっこよくなりそうな気がしてます。で、滲まないのがね、なかなかないんですよね。髪に対して白のね、発色がいいペンって、まあもちろんあるんですけど、あるけど、ちょっと滲むとか、ちょっと後ろにね、浸透してしまって髪がボコボコになってしまうとかいう感じの文房具ならあるんですけど、でもね、これだけね、ちゃんとはっきり出てくれてるのはいいかなと思います。ただし、0.5のユニボールシグの 紹介した時と比べてですね。若干このなんだろうな。ちょっとつかない部分が。 多いいいかなっていう印象がございますねインクの量に関しては全然問題なく出てきてるんだけどもたまにかすれてる時がありますねこういう風に斜めにした時にこうやってですねちょっとかすれてる部分が出てきてるのかなっていう印象がございますのでそこら辺がちょっとねまあもちろんこれだけねめちゃめちゃ発色良ければもう問題なしって言いたいところではありますけどもやっぱりそこは気になる点かなと思いますそこの改善がすることができれば多分ねもっと爆発的に売れるんじゃないかなと思いますしここがね でままああ黒でではねねんんりそういういことが起きなかったんです、ね、0.5だからっていうのもあるかもしれないんですけども1.0だとやっぱねボールにね対してインクがねまんべんなく出てきてるかっていうと出てきてないのかなと思いますなのでこういう形でですねちょっとかすれてる部分とかつきにくい部分っていうのはねどうしても出てきてるのかなと思います、まあ、これもねにじみとかちょっと出にくい部分がなくなればねイラスト用黒髪用としてですねもっとやっぱ押し出せる商品になってくるのかなと思います少なからずこれでもでもすねめめちゃめちゃゃ 文房具だと僕は思いますすのでぜひですね皆さんね白いペンなんかないかなと思ったらこちらでですねちょっと絵描いてみたりとか黒い紙にね描いてみると分かると思います、まあ、実際試し書きね文房具さん行けばあると思いますのでそちらでですねチェックしていただければ一番いいのかなと思っておりますということでですね今回こちらのですねユニボールシグノの白ホワイトをご紹介させていただきましたこれでね正直絵描くのがめちゃくちゃ楽しみになりました実際ね皆さんもねもうすでに楽しみになってる じゃなないいかなと思ままますけども今回の動画ではまだ絵を描きません皆さんぜひこちらのですね文房具を使って絵描かせていただきますのでぜひですね動画見逃さないようにチャンネル登録そして今回の動画が良ければグッドボタンもよろしくお願いいたしますまあ僕ねこれからもですねいろんな文房具紹介していきたいと思いますしぜひですねこの文房具紹介してほしいというものがございましたらぜひコメント欄にね書いていただければこれからの動画の参考にさせていただきたいと思いますのでぜひよかったらよろしくお願いいたしますということで今回ねユニボールシグノのホワイトは これはめちゃめちゃこれからの僕のね絵の世界にはですね持ってくるんじゃないかっていうアイテムだと思いますので2024年最高のアイテムをいただきました今回皆さんと一緒にですね楽しめたのでまた次の動画でも違う文房具とかイラストメイキングであったりノウハウ系を紹介していきたいと思いますのでぜひ楽しみにお待ちくださいということで今日はこの辺で終わりたいと思いますけども皆さんとまた明日以降の最高のアートの世界でお会いしたいと思います明日はどんなアートになるのか僕にもわからないそして皆さんにもわからないだから一緒に確かめていきましょうぜひ皆さん こちらのユニボールシグのホワイトマジでかっこいいボールペンの一つだと思いますのでぜひチェックよろしくお願いいたしますでは皆さんまた明日の動画でお会いしましょうバイバイありがとうございましたセンキューですバイバーイ